冒頭からワンシーンずつ見ていこうと思います。では一番最初です。足跡が残らないというふうに言ってるんですけども、雪山のロングショットで、一人でですねエルザがですね、今雪の城ですねエルザがですね雪山を登っています。でカメラがどんどん寄っていきますですね、英語の歌詞ではですね The snow grows while on the mountain tonight Not a footprint to be seen と、つまり今夜の山は雪が白く輝いて足跡は全く見えないというふうに歌ってるんですね。松たか子の吹き替え版では降り始めた雪は足跡を消して、まあ、ほぼ同じです。エルザがですねこの時に雪山の中をとぼとぼとマントを引きずりながら歩いてます。で振り返って自分の足跡が残らないって言ってるんですけども、足跡が雪に消えていくっていうのは彼女が人間世界で生きていたこれまでの痕跡が消えていくっていうメタファーなんですね。一生懸命いい女王になろうとしていたんだけどもうそれはやめて山の中へ入っていくときに自分の足跡が雪に消えていくっていうのは彼女の人間社会の中で持っていた立場とか責任とかそういうふうなものがどん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 なくなっていくというメタファーです。で、巨大なマントを引きずってます。でっかいマントを引きずってるんですけどそれがもう雪の中で引きずられて自分の重みにしかならない。本来は雪から自分をかばってくれるはずのマントが重みにしかならない。後ろに引っ張ってると。さらに月の影が前から差してるからこのマントがさらに巨大に見えると。自分の責任の、まあ、責任感の重圧さに打ちひしがれてですね、なんかその寒さから守ってくれるはずのマントが後ろに引っ張ってる邪魔者にもなると。もうねこのワンカットだけで名作決定なんですよ。これあのエルザの内面どんな思いになっているのかっていうのをですね絵だけで表現してるんですね。アニメーションって描いてるものは全て演技なんですよ。これが実写との差。実写は背景っていうのは表現であったりして演技っていうのは役者さんの表情とか動き動作所作なんですけども、アニメーションっていうのは全てがこれ演技なんですね。だからなんでこの方から光が当たってるのか、なんでこんな服着てるのか、なんでこれぐらいのこの強さの風が当たってるのかっていうのは全て演技として見ないとダメだけど、それが分かんないと平凡な絵だなというふうに見えちゃうんですね。アニメ舐めてはいけません。地形や気象、空気、風まで全て思い通りに表現できるからこそその全てを演技だと理解してないと読み違えちゃうと。普通の人は役者のさっき言った顔だけ見ちゃうんですけど、アニメはそういう視点で見てはいけないんですね。